はい、皆さんこんにちは。ゴルフダイジェストのエスコです。今回はこんな家事プロにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今度プロにちょっと私の悩み相談、はい、その相談っていうのが、はい、まあ、飛距離とか間が曲がるとか、はいはい、ダフルしトスもします。ちなみに、はい、なんかそうなんです。いろいろあるし、一つじゃないんですよ、はい、もう全部です。全部します。全部直せってことです。全部直したいんですけど、はいはい、ただこうスイングこう練習場で自分で動画を撮ってみても、はい、どこ直したらいいのかわからないなみたいな。ああ、なるほどなるほどなるほど、はい、まあそれは多いですよね。まあみんなそういうゴルファーが多いんじゃないですか。僕もそうでしたし、上級者の場合はある程度自分の中でそのここでエラーが出てるなとか、ここが気持ち悪いなっていうのはなんとなく調子がいい時と悪い時の比較で区別ができてる。ビギナーとかの場合はこれが果たしてずれていることなのかとか、これ今悪い状態にあるのかっていうことが判別ができないまま、どん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 なんかこうドツボにはまっていく感じがあると思うので、まあ早い段階でそのあ今エラー出始めたんじゃないかなっていうふうに気づくようにしていった方がいいのかなと思います、ね。じゃあこれがスイングリードなわけです、はい。おお、なんか、はい、すごい平べったい。すごい。そう。見たこと。そうそうそう、はい、ひたすら平べったいですね。はい、結構ぐにゃぐにゃ、ね。ぐにゃぐにゃですよ。はい、だからね、ぐにゃぐにゃで振るとぐにゃぐにゃ回るもんだから、はい、最初リズム練習系だというふうに勘違いされるんですけど、はいはい、あ、はい、違うんですね。違うんですよ。おお。そんなね。ありきたりのものじゃない、はい、なんかグリップも変わった形ですね。さすが、お目が高いですね。ちょっと、はい、この練習器具のためにね、はい、専用設計してここ一番金かかってますから。いやらしい話いやすげえ金かかってるんですよ。いやらしい話、ここなんですよ。リズム系の練習器具じゃないならどうやって使うんだろうみたいなのがあるんですけど、あ、じゃあ試しに僕振ってみます。いいですか。はい、お願いします。じゃこれね、上手に振ると全然こうやって曲がらないでくれる。うん、本当だ、全然曲がんないです。全然曲がんないでしょ、ね、柔らかさ全然わかんない、ね、簡単そうでしょ。普通のクラブ振ってるみたいな感じじゃないですか。はいはい、普通のクラブ振ってるように見えます。ちょっとやってみてください。わかりました。だから僕ができるんだから全然イージーですよ。やってやってください。頼ます。すごい、絶対できない感を。じゃあできると思うんで振ります。お願いします。あれ、触れてないですよね。明らかに曲がってますよね。ちょっともう一回ちょっとじゃあ打ちます、はいはい、普通の速さでいいですか。普通にやってる。普通に、はい、どうですか。本気本気で。本気です。曲がってるの気づきました。すごく気づきました。どこ、はい、トンプで曲がって、はい、このインパクト付近でもすごい曲がった気がします。ああ、なるほどなるほど、はいはい、まあ、今見てると、はい、割と最近流行り、あ、そうなんですか。流行りのスイングの傾向にはあるかなと思う。じゃあいいってことですか。あ、違うんですね。流行りがいいって誰が決めたのか。トップでね、はい、見てるとまあ、動画確認してみると分かるんですけど、トップでこうやってグニャッとこう大きく曲がる。すごい曲がった感じしました、はいはい。まあ、だからそのフェースでいうところシャット、はいはいはい、で あとフラット、スイング的にはフラットな状態になると、後ろに倒しすぎちゃってると、はい、後ろに倒しすぎちゃうとこういうふうに曲がりますよと。でそのまま切り返しに入っていくということなんですね、はい。で傾向としては今ちょっと後ろ側に倒しすぎですよということがこれで出てる。確かに曲がってる方向ですね。曲がってる方向がこっちだってことは、うんうんうん、こっち側に倒しすぎ。倒しすぎ、はい、で、これをだから脇が開いたりとか、はい、まあ、クロスするタイプの人っていると思うんですけど、その人、そういう人の場合は反対側に曲がるので、どっちにも曲がらないよっていう状態を僕は推奨しています。なるほど、はい、そうなんですね。あくまで推奨ですけど、はいはい、そうそう。じゃあ、ここでトップで、はい、トップでというか、まあ、スイング中にここがくにゃ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 曲がらないのが曲がらない、理想的。理想的、はい。なので一回トップまでちょっと上げてみましょう。はい、はい、ストップで、この時、はい、いやー、ほら、消屈してるねー、これ、早いね。そうそう、はい、あ、こうですか。こっちです、はい。え、で、この位置っていつもと比べてどういう風に感じます、はい、いつもより前というか、まあ、ちょっと 前の方というか高くて、アップライトな感じ、はい、フラットに振りましょうとかっていう入りが出たりとか、
あのそういう指示を受けたりとかするとこれあのインストラクターが悪いわけではないんですけども、どん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  そっち側に言うたとして、例えば今日トップをフラットにしようっていうドリルをスタートしましたと、はい、で真面目に10日間それを練習しましたって、ね、1センチずつフラットにしていきましたって言ったらどこかで絶対行き過ぎるんですよ。ああはいはいはい、そうですね。で行き過ぎたタイミングで、うん、お疲れ様ですって会ってみたら、あれちょっとフラット過ぎないみたいな感じのことが発生するんですよね。はいはい、でなんとなくなんですよそれが。あ、じゃあちょっと高くしようかっつって、でまたしばらくぶりに会ってみたらすごい高すぎないみたいな感じのことを言って、なんか何往復もしちゃうんですよ。でちょうどいいところどこなのよっていうのが結構わかんない。わかんないです、確かに、はい、そうフラットなのアップライなのっていうふうに言って、そのレッスンを行ったり来たりを何往復もする。これレッスンプロあるあるでもあるんですね、はいはいはい、今曲がらないところに上げたってところがそのどっちでもないポイントです。あ、じゃあもうそこがジャストポイントというか、そうそうそう、結構トップの位置って迷うんですよ。そうです、トップから切り返しにかけてって本当一瞬の出来事なんで、うん、ここでちゃんと軌道に乗せられてるかどうかっていうのは大きなポイントだと思うんですね。だからこれ曲がり始めるとき、うん、曲がり始める瞬間からエラーが発生し始めてると思う。あ、分かりやすい。あ、はい、そうなんですね。そうそう、大きく曲がってるときは一番エラーが出てるとき、小さく曲がってるときはまだ引き返せるときの場合はそこまでエラーが大きくないとき、うん、普通に、はい、振っていってゆっくり行ってみましょうか。ゆっくり、はい、ゆっくり振ってもらってストップで曲がり始めたなっていう瞬間ってあると思うんですよ。はいはい、あります。どこら辺から曲がりを感じました？いや、なんかもうこの辺から。そうですね、ハーフウェイバックの横、はい、ハーフウェイバックから上に行くら辺ですよね。そうそう、そこら辺から曲がり始めを感じるじゃないですか。そこからエラーがスタートしていってトップでピークを迎えているって状態にあるので、うん、まずハーフェイバックからトップまでの軌道を見直した方がいいです。ゆっくり上げていきましょう。これは曲がらないように、とりあえず曲がらないようにっていうのを意識しながら、はい、曲がらないように。そう、あ、ここから曲がらないようにあ、お、そう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 、どうですか。そう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 、まあ、単純に言っちゃうとフラットすぎるからもうちょっとアップライにしましょうねっていうようなアドバイスになりがちなんですけども、はい、あのこの程度あのアップライにしていくといいですよと。それが確かに、はい、でどこまでやるとやりすぎなのか。でここから最終的にこの峰のところに左手の親指がこうやって通ってきてるので、はい、左手の親指にクラブがこうやって乗っかってくれば問題ないですね。はい、本当だ。そう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 、ある程度のやっぱね、あのすごいスイング連動がある方の場合はここら辺の調節がしやすい。はい、じゃあもう一回行ってみよう。でここでストップ、はい、はい、でこの時こうやって上を見て、あ、曲がってないなって確認ができたと思うんですよ。で下見てもらっていいですか。はい、でこれ実際打つ時はこの体勢になってほしいですよっていう状態なんですよね、はい、うん、最初のうちは、はい、あ、曲がってないなっていうのを目視していくんですよ。目視していくんだけども、うん、最終的に打つときって下向いてボールのあたり見ながらこうやってやるわけじゃないです か、うんうんうん、だから手の中であの誤差を感じてなきゃいけないんですよ、うんうんうん、あ、今曲がってんな曲がってないなっていうのを手の中で感じておって自分の手の感覚でトップって修正していかなきゃいけないですよね。だけど今曲がってますよっていうのを伝えやすくするためにこの形状にしてるんですよ、うんうん、あ、それでこのグリップの形なんですね。そうです、そうです。手の中の感覚がどん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 研ぎ澄まされていってきて、うんうん、重心のズレとか軌道にクラブがこうやってうまく乗ってきてないなとかっていうのも、うん、瞬時にこうやって判別できる手の感覚を持つようになる。今なんかこういうエラーを起こしたなとかで誤差が発生したなっていうことを、うん、あの感じ取る能力が高い人ほど上級者なわけじゃないですか。はいはいはい、そうです、ね、だからその感性を磨いていくっていうことが上達の定義になってくるわけですよね。んなんか自分がイメージしてるスイングと動画撮ってみたら、はい、え、全然違うじゃんっていうのは結構多いと思うんですけど、はい、それのすり合わせが結構できるようになってくるってことですかね。そうですね、そういうことです。おー、すごい、はい、ではこちらのスイングリードを使って、はい、ではい、あの私のスイングの課題をちょっと見つけてもらったと思うんですけど、はいはい、それでいうとやっぱ課題は トップ、まあ、トップかなとは思いますね。だからトップで一番エラーの原因を作ってる、うんうん、ミスショットの原因を作ってるのは意外とトップに多い、はいはい、リスクが大きいだろうなって予想できると思うんで、うん、そこを改善していって揺り戻しを少ない状態のスイングにした方が球もっと揃うんじゃないの。だから僕の中ではあまりその使わない方があのエネルギーロスがそこで少なくなる可能性が、うん、でその節約した分をインパクトに集約することができてくればあの飛距離も出せるようになってくる。
ほど。めちゃくちゃさっき一番最初に飛距離伸ばしたい、うん、はい、球曲げたくない、はい、ダフルトップするみたいな悩みを伝えたと思うんですけど、はいはい、全解決じゃないですか。全解決です、はい、すごい、そんな練習機があったんですね。ああ、あるさ、びっくりしました。だからずっと作りたかったんじゃすごい。皆さんも、はい、気になる方はぜひスイングリードチェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。